開始。よし、オッケー。じゃあ行くぜ。まあ普通にこれは、お、宇宙服。これでいいよね。これでいいよね。AI、春。何の曲？演出か。そういう演出です。はいはい。ああ、こっちからも行け、下からも行ける。下からというか。ああ、微妙にね、段差になってるから、ここを右で隠れながら行ってもいい。あ、あった、4でした。4。だから、まあ、1、3か5。あ、じゃあこれとピニックか、一旦ね。うん、まあ、すぐ行けるし。よし、トキに行こう。さて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 、どんなキーかな。どっから行くっけ。あそこだよ。まあ、いや、無茶なことして死んだら嫌だから。ヒントはいっぱいありました。多分5だな。結婚記念日だから、指輪だからいけると思う俺は。じゃあ順番だよねこれはね。ペイントなんだっけ。もうちょい待って、ヒント、これらの頂点はどれが最初の場所かを示しているのか。ビンゴだ。最初の記号と照らし合わせて確認が取れた。毎晩あれ分け。まあ、けど一回ね、確かにこれがめちゃめちゃ、まあ、いいや。うん。あ、あったわ。示されている場所のいくつかにはバッドラックメアリーに関するプレートがついている関係があるのか。だから5だね。5。5で合ってる。うん。あとは順番。一発で開けたいよね、これね。このプログラムの設備か。だから、はい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 。今朝ここに入った時少しで落ちるところだっけ。はい。今朝、これらの頂点。ああ、そうか。まだ分かってない。オットーのところが分かってないんだった。だからほんと順番結構。あ、なんか×もう一個あったな。あの×俺見てないかも。なんか、いや、むずいな。これ、超むずいな、これ。左下三角が3でしょ？三角はだよ。三角が、まぁ、ちょっとまとめよう。図書館。まぁ、三角。どうやって見よう。三角、右下、5だね、これ。三角、左下が3でしょ？三角、上が、4だった。4で合ってたの？今見つけて書いてきたの。4。で、右ドクロが、右ドクロが、右ドクロが1。ってことは、わかんねえな。あ、わ、
いや、超むずいな。線の多さか、これは。なんか、一番左から、ちょんちょんちょんって反射している感じ。0、1、2って意味かな、そしたら。そしたら、左下から考えるのがいいかもしれない。3、右下5、で、上が4だから、354で、ドクロが1だから、やべえ、あのバツ見てね。見に行くか、厄介だな、あれ。ドクロが1だとしたら、354で合ってるの？頂点、最初の記号と照らし合わせて、確認が取れた。よし、ちょっとじゃあ、1354だな。1354しかまず数字が知らない。で、オットーのところもわからない。オットーのところで、多分なんか、ちょっと、あるんだろうね。まだわかんないかな。けど、354は確実だなわけだから。354がどこに入るかで。しかも連番だから、何回か試してみればいけるはず。じゃあ、とりあえず、1354をちょっと試してみようか。1、3、5、4。ん？あれ？っていうか、もうこれあれだ。3桁だ。354ダメだった。じゃあ、354がダメってことは、354。あ、わかった。まだわかんないんだ、これ。わかりました。1。あ、なるほど。354のあの三角の数字と、あの左、右下のドクロを、重ね合わせるって書いてあったわ。なるほど。パーク。じゃああの×は見なきゃいけないな。そうすればけど1個わかるわ。で、1だけわかってる状態。1から始まって、オットーがわかんないから、まあ総当たりでいくっていうのもあるよね。1だけわかる。1と、あれだけわかればね。1がスタートで、あれだ、あれは見なきゃダメだ。ごめんなさい、戻ります。あれ見なかったっけ、俺ってあれ。左下が 3？ ちょっとわかりにくい。いっぱい書いちゃったからわかりにくい。まあ、行こう。今こういう風にフレキシブルに受け入れるな。ほんと、このタイミングだった。こんなにフレキシブルに動けないもんね、多分ね。あとは。ここら辺？ここら辺だよね、あるとしたら。ないなあ。あれ、ここら辺なよな、地図的には。ここを抜けてるわけだから、だいぶ踊らされてるな。これそんなにガチでやるようなことなのかどうかもわかんないけど。まあ、毎回ループしていくわけだからね。それでわかることがあるんだったら、やっといた方がいい。ない。上か？ん？ハッキングね。こっちは行き過ぎだよね、多分ね、マップ的には。
ライブラリーの位置が考えたら、あ、これがライブラリーだから、ライブラリーに出てると面したところがここだから、いや、合ってる合ってる。考え方は完全に合ってる。高さの話だ。あれだな、あのなんか上のところにありそう。よし、行こう。はい、面白い。これ？ここら辺？え？ないな。数字が書かれる瞬間とかってあんのかな？わかんな。あれ書いてねえ。全然なんか想定内、想定外のことが。さっくり見つかるもんかと思ったけど。困ったな。いやー、絶対ここでしょ。もう一個あっちって。ライブラリーのつらい地のところが、だから、絶対ここ、絶対ここです。絶対ここ。何かをシンプルに見逃している。時間帯に影響する？どれか。ああ、ダメージは食らうんだね、一応。Time is your pricing. あった 3!3 でした。ここか、こっちでしたか。3。かわいい。一番左下。3。OK。じゃあ、1と3が分かってるから。で、順番だから、1、3ってことだよね。よし、行こう。だから、あとはハテナはもう、総当たりでやればいける。おそらくね、この順番が0、1、2っていう、あの、斜線だったら、その順番だけど。おっと、行き過ぎて。よっしゃー、これで、この金庫開けてあるで。もう、意地だ、これ。1、0、3、1、1、3、1、2、3、1、3、3、1、4、3、1、合ってる。5、3、1、6、3、1、7、3。わかんねえ。ってことは、待てよ。あ、合ってるよね。合ってる合ってる。あの、ハテナが、あそこはマジわかんなかったわけだから。3、5、4だ。1、2、3？ なわけない。いやー、じゃあ、オットーの花火を見ないとわかんないのかな、これ。順番で考えたら、0、1、2。で、三角がこう来て、ドクロが先端だとしたら1だよ。1。じゃあ逆で考える。2、1、0っていう感じで考えるんだったら、じゃあ3、はてな、1。3、はてな、1の、合ってる。3、はてな、1。3、0、1。3、1、1。ん？待って。3、
01311321。間違えた。321321331。違うね。3413513613713701。うーわ、わかんな。もうないわ。ダメだ、わからん。モットーだな。指輪はわかんだけどな。三角は三角の右下が3だよ。3、右下、お、5か。おーおお。じゃあ3、5、4だったんだ。3、5、4。いや、いけるな。いけんのか。3、5、4。三角が3、5、4で、右下を照らし合わせると1、3だから1、3、3、3、3、3、3。いや、規則性がないな。3、5、4。あー、まあわかんない。おっと、ファイアワークスのハテナどうやって出せばいいんだ。ってこと、うん、まあけどそうだよな。だから、1のところが、じゃない、3のところが1になる。1。で、4のところが、矢印。が、3になる。謎解きだね、マジで。そうなった時に、5のところが、ハテナ。はい、わかりません。まあいいや、わかんない。すげえ時間かけちゃったもうね。はい、結局わかんないというね、悲しい事態だけど。まあオットーのところがわかったら数字を入れ替えたりするパターンだから、3桁だから結構。いや、開けてー、マジで開けてー、マジで開けてー。
開けたかった。総あたりはフラグ的に今できないっていうのもあるよね。見てないから。で、3、総あたりで開くのかな？開いたのかな？いや、総あたりは結構やっぱ、あんまり頭良くはない感じになるから。うん、やめよう。やっぱちゃんと行きます。はい。コンディションでディタッチメント。A body invasion experience。よっしゃ、謎解き。まあ、こっちはね、いろんな謎解きを解いているんだよ。ねえ。どこにでも嫌がる。致命的な失敗。さあ、チャーリー、楽しませてもらおうじゃないか。てか、敵いなかったっけ、ここら辺。いやけど、こんぐらいのさ、ディティールのマップがさ、4つもあるんでしょ？もう大変だね、これね。かっこいいっていうか、アートが。おお、敵いる。お邪魔しまーす。コンディションディタッチメント。よし、集中。人間とチャーリーみたい。おうおうおお、バグったバグった。おっとおっと、やばいやばい。あっちに行きたいな。あ、上行けんのか。行けないか。これ登っていけない？あれ待って、待って待って、ごめんなさいごめんなさい、超ごめんなさい。これ4じゃん。うーわ、超、あ、いや合ってた合ってた、いや合ってる合ってる、全然合ってる合ってる、全然合ってる、勘違いしてない、大丈夫でした。超ボンミスしたのかと。もっとジャンプ力があれば。お、来た。ここ入れるのでかい。視点としてレイピア違う。わ、これは助かる。オッケー、これはいけるね。一気にこう、あれは3人倒せる。うわー、しかもこっちもから抜けれる。いやー、ありがてえ。こういうの嬉しいよね。うん。ワンチャンこっから、ブリンクとかも使えると。ん？あー、で、ちゃんとね、ブリンクできるよ、みたいな感じで、ちゃんと入れてくれて。何？おっと、危な。よしよし。いきます。どう？大丈夫？完璧だな。完璧すぎる、完璧すぎるぞ。あー、ネクサスマジで買っといてよかった。やっぱネクサス。おお、しかも友達が超コアゲーマーの後輩が。あ、ちょ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 、それは嫌だった。こんだけやったのに。まだまだ大丈夫、まだ大丈夫。 OK。どこか変だな。あ、レディウム。いける、これは。普通に。はい。首折り。レディウム。
あそこにあるの忘れないようにしとこう。あんな端っこにあったわ。あ、めちゃめちゃ探索してんのにね、こういう漏れがあるよね。えい。うん、大丈夫ですね。スムーズでしたね。フォールアウトのさ、なんかエイリアンのドラマ CD あるじゃないですか。なんかあの雰囲気を感じますよね。なんとなくですけど。ああ、まあそこからなんかスナイプできそうな雰囲気もある。楽しんでるね。後ろに忍び、え、敵いる？なんか敵の気配は感じないんだけどな。ない。うわっ、いるじゃん。あっぶな、今のなんでよくバレ、いやあっぶな、マジで、いやマジで危ねえ。今のはよくバレなかったな。あーむず、今のはバレてもおかしくはなかった。なるほど、こんなルートもあんだ。くっそー、いろいろ用意してくれてんな。うわ、てかもう結構下行けるぞこれ。こっから、うわー、ダークソウルみたい。いやー楽しいなーこれ。正規ルートから行くのかどうなのかっていうところだよね。やつのせいで人々が、まあけどここは一旦全部探索はしておきたい。ネイルガン強えな、無音だし。うわ、選択肢が多い。正面突破はなるべくしないよね、やっぱりね、ポリシーとしては。ここはブリンクだな。いやワンチャンいけるんだけどちょっと怖い。おい、落下死はどうなるんだろうっていうのも、まだ落下死ないから、あ、まあ正面突破はしないから。新規プレイヤー、こんにちは。楽しんでやるぜ。だけど正規ルートからは楽しまないよ私は。チャーリーさんすいませんね、もうめんどくさいプレイヤーなので。いやけどこういうところも想定してないとダメだよチャーリーさん。されてそうだよ、されてるでしょ。ていうかまあね、レベルデザイナーいるわけだ。ワンチャンこれさ、登ってあそこ行けないかな。行けないか、行けないね。オッケー。どこまで行こうかな。これもっと下行けるんですよね。すごい下行ける。エネルギーがある。ああ、そういう充電とかも学べるんだな。ああ、これ一旦ちょっとこの下どこまで行けるかっていうのは試してみたい。こんなんばっかやってるか、ほんとまっつくまないよね。これ戻ってこれるよね一応。あ、戻ってこれる、戻ってこれる、戻ってこれる。 OK。 いや面白い、ほんとにいいこのマップの作り方。こういうくぼみね。あ、エリュー、はい、あ、ここはもう これが限界だ、行けるところは。うん、レジドムが拾えますよっていう感じかな。うん、そうだね。こんなもんか。だよね。なんか、隠し扉とかもあるんじゃねえかなって。幻影の壁が、ソウルのを活用するとそんな気持ちになる。
タイミング。ゲイ。じゃあ上から行かせていただきまーす。ここか、ここだね。まあ、ワンチャンここもあるんだけど、さすがにちょっと高いから無理。いいから、落としてて、更新された。チャーリーのミニコムを探せ。チャーリーの管理者用ミニコムには特別な権限がある。そのミニコムを調べれば、奴の殺し方がわかるだろう。運が良ければ、他のビジョナリーの情報も手に入るかもしれない。ああ、そうね。それは、はい。こっち使いたい。こっちよ。聞こえる。はい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 。聞こえる。私の声の方に来て。え？横にならん、横になったら死んじゃうよ、これ。あ、これでこの、ガスが止まりそうな気がする。気のせい？ああ。死んじゃう。うん、バレた。何？すごい、なんか、え、どうしたどうした、なんで助けに行ったのかな。あ、ガスマスクつけてるから大丈夫。みんな何してんのこれ。放心自殺していくんだ。なんで？もう消えたよね。このガスを止めるっていうのが重要かもな。このバッテリーもあるから、まあ、やりようがある。で、充電もできる。うん。で、こっちは出口は出口だ。うん、まあ出口だけど、まあここは一旦攻略して、どうなってんだろうか。うん、おお、マップが結構上もあるから大変だな。今敵いた気がする。いない。なになになに、わかんねえ。いろんなところに、おっと、いる？いない。ほう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 、おもしれえ、お化け屋敷だ。あれが入り口か。一旦敵を排除してからじゃないと。あっと、危な、なかなか、巡れないよね。危ない危ない。こういうところよ、こういうところ。敵が。敵の配置をするときは階段の裏。ガキのおもちゃ、ガキのおもちゃ、ガキのおもちゃ。これをなんかハッキングできてですね。できるわけではない。大丈夫そう。地表まで侵略者が進行。おう、次の犠牲者を狙ってるです。狙ってるですよ。あ、あれも敵じゃない。あ、敵だ。それぞれの1階にいる感じだ。さあ、ということでは侵略者だ。今度はこれ、あの激突で船が機能停止。もっと悪い、ここら一帯に敵が溢れ返ってやがる。逆にそれを利用できるかも。
注意？バッテリーを盗んでエンジンをパワーアップさせて。まあ、入り口に奴らをカリカリに焼き尽くせる。まったく、滑稽だな、注意。滑稽だ。どうも。おっち。危ない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 。危ない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 。今ギリ大丈夫です。ギリ大丈夫かな。ギリだね。ギリか、アウトか。ああ、なんか今ゲットした。チャーリーは本物のロケットエンジンを使ってゲームを作った。どこかに行けるわけじゃないが、一瞬で何人も殺せる。ということ？ああ、まあまあまあ、もう、しっちゃかめっちゃかな、これ。これはもう、大変だね。わっ！バレたー、終わったー。助けてくれー。バレたー、うーってなってる。バレた、やだ、バレたー、やだやだ。あの時にやっぱりね、やっとけばよかったんだけどね。一旦、お追い出される。よし、もう一旦超離れればもう解除されるでしょう。どんぐらいで解除されるのか。はい、曲が収まった。これでいけるか。チャーリー様のゲームがオン。終了時に結果を確認しよう。よし、終わった。おっと。ファイバーのフラグがさ、あれ、それによって消えるとかもありそうなんだけど。あれ？バレた？大丈夫？みんな、戻った？配置に。配置についてくれたかな？おおおお、え？ダメだ。おおおおお、上から落ちてこれない。ここに貼ってればいいんじゃない。もうダメだな。わっ、いた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 。結構いる結構いる結構。やばいやばいやばい、びっくりした。さあ来い。わあ、もうガチ戦闘になっちゃった。会話とかも聞きたいのよ、私は。まあしょうがない。近くにいるはずよ。だってジョンウィック感、ジョンウィック的な動きしてる。もう皆殺しだ。何これ、なんか投げられた。あ
行け。じゃあ行くぞ。じゃあ俺を倒せるかな。あ、こっちからも逃げれんの。あ、いるわ。普通に欲しい。あ、ドキュメントだ。ちょっと待って待って。BGM かっこいいよね。どうしたって。なんだこのシチュエーションは。誰かが、あ、一応クリアしたのか。ボツ。ここに来たのは学びのためよ。誰かさんと違ってね。違ってない。OK。 え？でっていう、でっていう。まあここを最初一回やればスキップする方法はいっぱいあるよ。愚か者よ。うん、まあだけどここ頂上まで行ってないから、とりあえず行こう。行くところまで行くよ、やっぱり。全部は探索はしたいから。このいきなりゲーム性が変わる感じはたまらないよ。はい、オッケー。じゃあちょっとドキュメント読みましょうか、これ。はい、ドック。ドック。ドック。安全 VS 死。はい。このクソ野郎ども、2ビットにドアを操作する機能が必要なんだ。どう考えても当たり前のことだろう。あいつがドアの一つも開けられないなら、一体どうやってお前らを避難させるってんだ。操作、俺はお前らの安全を気にしてやってんだよ。ウェンジへのバカでかいクリケットのウィケットみたいなのが戻ってくるまでは誰も死なせねえ。なんだそれ。だから俺がデザインした避難プロトコルをさっさと実装しやがれ。出なきゃてめえらみんな送り返してやる。チャーリー、どこに？2ビット？いやもう何言ってるか全然わかんねえな、これ。新たな発見。チャーリーは非常時に2ビットを使って、建物全体を空っぽにできるようにした。今がその非常時だ。空っぽにできるようにしたってどういうことなの？ああ、そうか。そうか、これだね。2ビットはロボット室じゃないか、ドアを開けてくれるだろう。まあ、それぐらいの情報を得てる。よし、お化け屋敷をとりあえず。あ、いた！音が、音のこのノイズ感、うるさいうるさいうるさい。ほんとはアトラクションだな、ほんと。結構倒したからな。いない？ OK、 大丈夫。基地まで侵略者が侵攻、防衛線を突破されたです。追い出せ。お、あんなところも行ける。開けろ。防衛線を突破された窓。これは倒した。あ、上いる。足跡があるからまだいるね。あ、二人いるわ。これはギリつながりそうな気がする。バラバラになりそうだ。お、二人いる。てか4人いるのか。これはちょっと大変だね。
けどこっから行けんな。うん、ちょ待って、ちょ、あっぶな。何かこういう。あっぶな。あいつとあいつは大丈夫で、まあとりあえず下からか。あれはやばすぎる。あ、あてかもう一人いる。じゃあこれやるか。どう？大丈夫？大丈夫そうだな。オッケー。で、上の、あ、あそこにもいる。やっぱ後ろ見た、振り向いたら終わりだった。よし、じゃあ、こいつはやれそうだな。うわ、アップな。お、やっべ、外した。待て、早い。大事な用事よ。誰かいるのか。ちょっと待って。オッケー。倒しました。え、ダメ？うわ、ダメだ。くっそー。結局こうなるのか。きっつ。ここはなんかいろんなところから敵が来そうだ。あー、ここはマジできついね。うおっと、やば。あ、撃つぞ。やったー、ついに一回死んだ。リプライズ、この奇妙な金属線はどうやらコルトの力になってくれるようだ。それはリプライズというスラブで死亡しても2回まで復活できるようにやれ。3回死んでしまうとそのループは終了。次のループの朝に目覚め、前日に手に入れた装備をすべて失ってしまう。リプライズした後のわずかな間は体が透明、ほぼ透明になり見えなくなる。このチャンスを生かして危機を脱しよう。リプライズの残り回数は1日の時間帯が進む際にリセットされる。これはありがたい。ありがたいけどな、くそー、悔しい。基地まで侵略者が侵攻。防衛線を突破されたです。お見立て。お、あのバレないようになるのか。まマジで悔しい。レジドゥムは結局集めたから死ぬわけにいかない。いや、マジ慎重に行った方がいい。一回あんまり顔、とりあえずは取りに行きたいけどね。今ので、やっば、やば、こいつらの探索能力やば。怖っ。ここでピョンピョンっていけば、え、これ大丈夫？これピョンピョン、いや無理だな、無理だ、怖すぎる。これは無理だ。これでいけなかった時のリスクの方がでかい。よし、とりあえずどんどん、いいね、OK。 とりあえず回収だけはしたい。回収、よし、よかった。うわー、素晴らしいね。これは、このシステムはほんとダークソウル。緊張感あるわ。まずはもうあいつからやった方がいい気がしてきた。あ、やばい。そうだな。
ますね。いやーマジで厳しいなこれ。むずい、シンプルむずい。ここはけどスルーしてもいいんだけど、ね、一時的な状態だ。なるほど。あんまりじゃあドキュメントはないね。ちょっとマジでやつらの視界舐めちゃいかん。いらない。ああバッテリーだ。でここに繋がると よ, よし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 、気をつけろ。どうだろう、ここは大変だったな。結構すごいことしてるよねこのゲーム。だいぶレベルアップ、レベルアップやったぜ。かなり面白いことしてる。起動まで侵略者が進行。大気圏ベタです。他の惑星を汚染する前に食い止めろ。はい、食い止めろ。もう一人。あいつからだな。いけるよ。これでどうよ、やったんちゃいますか、ここのエリアは。だと思いたいけど。うわ楽しい。チャーリーの作業場がこんなところに。てかこの中か。こうドキュメントないかね。他にドキュメントがないかね。まだ敵は出てくる可能性あるから気をつけんと。ストレッチャーレイプや普通だ。安全だ今のところは。クリーチャー定期ウェポンウィンドリンケット。あ、ここが例のねあれか。外から見た時にこっから入れないのかなと思ってたところだ。うん、お、ある。うわすごいところに本当にあるなこれ、マジで。そうか、トリンケットはいっぱい取れるから積極的に取って。銃は無理だけど、うんうん、OK。探索終了かな。終了じゃないけど。うん、オッケー。なんかドキュメントがないな。こんなもんか。よし、じゃあとりあえず上行こう。起動まで侵略者が進行。大気圏出たで。出たです、出たです。月へ届けこんなところまで来るっていう想定のメッセージ。わあ、なんかペッパーミル。このペッパーミル強いけど、まあこっちの方がいいよ。ん、月に届け。これか、月。これチャーリーの作業場で何かするの。今タスクが、おっと危な、危ねえな。この外はどうなってんだ。よし、よし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 、オッケー。あーけどまだまだオッケーじゃないとこあるわ。地雷は
この地雷ってどうやって、ん？これでいける？あ、いけない。いや、違うか。これこうやっていけってことか。え、いいのってこれ。一発でしない。オッケー。こわ。こっちか。あ、これは解除できたな。ああ、なんだ。こんなリスクを背負う必要はなかった。なるほど。オッケー。で、まだ気になってることあるんですよ。ここのエリア。ちょっと下降ります。一番下のあのガス。キッチンまで侵略者が進行。ガスとここって開きそうだけどね。間に合ってる。あ、開くじゃん。うーわ、危な。これは行ってよかった。あ、これ2ビットってやつ？2ビットは技術の粋を集めたロボットで、ウプダームでのチャーリーの作業の一部を管理している。幸運なことにそのロボットは俺と喜んで話をしてくれるそうだ。なんだろ？喋る？2ビットはチャーリー様のコンディションディタッチメントのシステム管理をしている。かわゆい。あいつの半身。あ、脳みそがここに入ってんのか、半分。何をしてるか知ってるのか。前のことを覚えてる。覚えてる。我がチャーリー様は2ビットにバイオプロセッサーを組み込み最高の頭脳を授けた、はい、これは脳の一部。そんな感じだね。マモ京介。うわうわってちょっと引いてたけど、じゃあチャーリー半分脳ないんだね。まあそんな下りあったからね、まあ、両方開けとくか。なるほど。了解。じゃあちょっと、どうしようかな。2ビットを操作する前に、ここにあるちょっとドキュメント読んでみましょうか。ああ、その脳みそを分けた人かな。ドック、ドック。医師の面積と。はい。私に続いて、私、君の名前。私、君の名前。ふざけないで。頭蓋骨を切り開くのよ。おい、ウェンジエがやってんの。君は共感に関わる脳の部分の切除を頼んだだろう。共感出た。共感と言ったらプレイのティフォンだね。あ、私チャーリー・ファッキン・モンタキューは、あ、まだと。健全な精神と判断に基づき、健全な精神と判断に基づき、私が受ける手術の危険性を十分理解し、これはもはやどうなの。手術の危険性を十分理解し、いかなる結果や損害についてもウェンジ・エヴァンス博士の責任を免除するものと。分かってるさ。損傷はしないと誓う。暴力も振るわない。分かってるって、はい、いやけど脳みそをさ半分なくなった後なんて、もうそいつがどういう状態なのか分かんないけど、これがエンジへの本性というよりは、テープ、これか。医師の面積。チャーリーが脳の半分を取り除く前、ウェンジへは奴に権利放棄を録音させた。うん。はい。トレパネーション。オッケー。では、じゃあ、2ビット見ていきましょう。な、パスワードとかが書いてあるんです。じゃあウェンジ博士がこれを作ったのかな。いいね、デザインが。うん、こういうフォールアウトでもさ AI の視聴みたいな。お前は何を、何するの。スーパーチャーリー様のコンディションディタッチメントのシステム管理をしている。ああ、さらにパブリックアドレスホームを通して放送を行う。放送も行う。ああ、うん、あれか。新しい命令を試してみる。うん、2ビットが命令が好き。コンディションディタッチメントのゲーム管理。ロケットを点火させる。実行負荷、電力不足。よし、2ビット点火しろ。え、何これ。新しいの出た。2ビットにはメモリがあり、ループを通じて俺のことを記憶している。へえ、なるほど、なるほど。
ごめんです。分かった。いいよ。あ、じゃあパワーを作ってロケットを作ることでどうなるんだ。電力不足。あ、なるほど。あ、うん、それあれじゃない、オットーのところに朝行ってそこの電力をこっちに回せばいいんだ。多分なんかそんな感じがする。建物から全員避難させる、そんなこともできるんだ。おい、ツービート、建物から全員を避難させてくれないか。避難する、もう終わりなのか。さあな、うん、あ、侵略者が攻めてきたんだ。攻めてきたんだ。チャーリー様の心はときめくはず。おう、全スタッフに告ぐ、避難開始する。なるほど。今すぐ建物出る、繰り返す、建物出る。まあもう死んでるけどね。ありがとうございます。以上。うんうん、オッケー。ん、出れんの。了解。じゃあ気分は上々だ。うん、分かった分かった。なるほど、ここの探索とか結構大変だったところをね、こういう感じで軽く回避できるんだ。しかもポゼッションじゃなくてブリンク。あ、敵だ。なんで建物から出てねえし。ガスが大丈夫になるとかってのがあんのかな。どうなんだろう。ここですよね。ここの先なんかありそうな気配あるんですよ。これ取ったらさ、ガス取らない。これが動かなくなるだけか。まだ行けそうにないでいいのかな。ガスを、噴射を止めるみたいな。これはまだいけないな、多分俺は。何かしらのガスが大丈夫になる要素があればいける。オッケー。よし。うん、わかった。わかりました。じゃあ、上から出よう。一番上から。地表まで侵略者が進行。苦手です。苦手です。ケンチまで侵略者が進行。狙ってるです。ギリ到着しました。侵略者が進行。大気圏出たです。はい、他の惑星を汚染する前に食い止めろ。はい、どっちかな。なんかマーカスを思い出すよね。あのデスストランディング。いやー、素晴らしいチュートリアルだな、これは。あのステージとしていろんなギミックといろんな要素で回避できるよというのを伝える能力がね、やっぱ長けてんだよね、アルケンは。ここの自由度っていうところとかも含めて。で、それを考えさせるっていうところがね、ほんと素晴らしいところですよね。最高、好き。これは何かいじれたりするのかな。いじれなさそう。うん、よう来たね、ここまで。こんなところまで来れることになる。OK。あそこは、あそこでも倒したな。うん、結構一網打尽にしてるよね。で、チャーリーパーケンマウンタギュー、ガキとガキのおもちゃ。ここが、チャーリーのところな気がするね。うん。いいのかな、ここ行っちゃって。あ、ドキュメントある。うん、これはこう。あ、あ、いろいろある。これはまあ、まだ開けないね。あ、うわ、ドキュメントいっぱいある。ありがてえ。うん、永遠などない。ほんとだよ。なんないよ。
をそんな信じてんだ、エイリアンさんって。こっちから開くのか。開けられる。よし、じゃあこのドキュメントやればいい。そんなに？テーマ、殺人事件の 3D 小説。はい、読みましょう。テーマ、殺人事件の推理小説。コンセプト、フォーマルな夕食会に招待されたゲストとしてプレイ。デザートの直前にニビットが、停電させる。およそ6秒、明かりがつくと、殺人事件の被害者、かっこプレイヤーの中から選んだやつが血だまりの中に横たわっている。かっこ問題点あり、ウェンジアの話だと、ループの中で死んだやつは消滅するらしい。プレイヤーは、素人探偵になり手がかりを探し、証拠を解読し、ニビットに探そうか。なるほど、殺人事件の、死体がないってことか。はいはい。ニビットに犯人の正体を確かめる。手がかり、盗まれた宝石、煙が出ている銃、家宝、名前の書かれていない遺書、かっこお約束すぎるか、血の足跡、ナイスアイディア、ナイフ、ロープ、等々、などなど。このアイディア、未完成のため再検討とする。殺人事件の推理小説なんてどうやって書けばいいんだ。プレイヤーを殺人犯にできるのか、ややこしすぎる。なんかチャーリーの今の半分の脳みそに負担が大きそうだね。チャーリーは殺人事件の推理小説をテーマとしたゲームを考えたと。なるほど。こっからなんかヒントあんのかな。だってじゃあこれハウツーロボットドッグドッグハウツーロボットと。よし、回ってる。きっと今朝のミーティングでお前は笑われた。笑われた？俺が笑われたってことだ。ああ、ビットがね。受けるらしい。選択肢は二つ。スタッフをまたクビにするか、お前の喋り方を改良するかだ。で、5回目になればスピーチプロセスをおさらいしてみよう。スピーチプロセス。チャーリー・モンタキューゲーム。チャーリーもだけやん。確かに。ゲームデザインが最高。最高のゲームデザイン。ああ、確かにね、ちょっと笑えるね。できるか。ナゴブ感動するゲーム。このツービットの根幹。今のやめろ。取り付け俺。後で追加してやる。なるほど。最初の頃、2ビットはうまく自己表現ができなかった。チャーリーはやつなりにそれを直そうとしている。いいね。2ビットは、この AI が、AI という形でね、なんとなくこのシチュエーションを考えると。それで何を考えるかっていうのはめちゃめちゃ気になるところだね。じゃあ、60秒インタビュー。60秒インタビュー。チャーリー。60秒インタビュー。チャーリー・モンタギュー。様々な活動に情熱を注がれていますか？時間管理はどうしていますか？イーオン計画で実現した最新鋭のテクノロジーを使っている。で、時間管理していると。信じられないような成功をされてきましたが、逆に一番後悔していることは何ですかと。はい、後悔を引きずりはしない。自分のビジョンが他人より偉大だと気づいたのはいつですか？初めてゲームオブザイヤーを受賞した時だ。へえ、気になる。最も心に響いた本、音楽、または劇は何でしょうか？自分のゲームだ。自分の心に響く作品作りを意識している。ブラックリーフに持っていく必要があったものは、ミニコムや名作ゲームを作るための道具だな。今を生きる世界最高の天才の一人としてようやく自分の功績にスポットライトが当たったことはやはり嬉しく感じますか？天才じゃないわけがないんだから当然嬉しいよ。もうすごいな。知識が高すぎる。これか。伝説的なゲームデザイナーであるイーオン計画のシステム管理者であるチャーリー・モンタギューへの短いインタビュー。よし、オッケー。じゃあ、探索、続行。まだ行ってないところはいっぱいあるけど。お、アップな。タレットあっち側向いてんだ。
ああこういう風にね、タレットがさ、わかるのよね、見えるのよね。チャーリーの聖域ですって。あ、ギリ入る、ギリ見える。はい、素晴らしい、素晴らしいよ、俺よく気づいたよ。こういうところなんですよ、プレイからアルケンがねずーっとやってきたこのギミック。うん、裏から入ろうか、とりあえず。いろんなところから入れる。危ないね、これはね。2台で大丈夫だな。青がないから。はい、お邪魔しまーす。チャーリーさんの、ね、開発。チャーリーさんの部屋とかもテンション上がるよね。はい。この絵はかっこいいな。うん。よし、じゃあこれを読んでいきましょう。6。テーマ、秘密結社。なるほど、アイディアだな。テーマ、秘密結社。コンセプト、ゲストは世界の命運を操ろうとする金持ちなオカルト主義者に扮してロールプレイを行うフィアの夢みたいな感じだ。はい、超科学による世界征服についての壮大な一人芝居に続いて、かっこ自分への注意。ビットも、参加させる必要があり、この中に裏切り者がいると俺が宣言する。プレイヤーは自分たちの番号から一つを選び、俺の目の前で生贄にしなければならない。おう、道具、年代物の、手袋、宇宙図、あ、ヤスピカの細工物、壁の奇妙な記号、フィアに頼む、部屋中に帽子。このアイディアを却下。マジで。フィアはこの一件で完全に行かれて仕事を終わらせてくれなかった。験担ぎか。ん？フィア手伝ってもらってたの？これは。フィアがこの一件で行かれ、完全に行かれたってどういうこと？チャーリーは殺人事件の推理小説をテーマとしたゲームを考えた。うん。あ、これが、これ秘密結社のタロットみたいな感じ。いいですね。わ、ドキュメントがいっぱいある。じゃあ、ドック。うわ。イエルバのセッション。はい。見事、見事。君の精神は豊かな知識で溢れんばかり。フィアだ。このハグイエルバが、あらゆる秘密の中でも最大の秘密を明らかにしよう。私の驚くべき起源だ。この日から467年前、私と姉妹たちはこの島へと現れた。現実に開いたひび割れを通り抜けて、467年。これは本当の話なのかな。やっぱそうだよね。これで頭おかしくなったって言ってたよ。せめて大事なところだけでいい。うん、島のオートマトン工場と、あとこのフレーズな。チャーリー・モンタギューのレストア計画。レストア計画。レクチャー警察。まあいいか。ビットが編集で削除するからな。うん。これを繰り返して頭おかしくなっちゃったと。どういうこっちゃね。イエルバのセッション。フィアがイエルバの声優を担当している。お前の予想通り、奴は自分勝手にやったそうようだ。まあそうだろうね。フィアはアーティスト肌だから、こういうのはね、全然そのままやってくれる気配はない。逆に言うと、ここら辺が、作った話なのか、ちょっと自分のことについて脚色した話なのかっていうのがちょっと気になるところですね。400と67年前っていうのがなんか、実際にその年なのかわかんないけど。ね、はい、ありがとうございます。やるか。で、あともう一個。大切なこと。あ、これはノートだ。ドク。大切なことと。まあいいや。
シンプルに要点のみを記載する。ああ、いいね。これ超重要。ループはビジョナリーに固定される。そう、つまりあなたに。万が一私たちの中の誰かが死ぬと、ループが不安定になる。一人でも、もし同じループの中で全員が死んでしまうと、ループ自体がやばくなると。死なない方法、他のビジョナリーと一緒に過ごさない。自分の部下を大事にしてね。なんでだろう、一気に殺されちゃうからっていうのを警戒してってことか。もちろん交換、つまりセックスもなし。武器で遊ばない。サブマシンガンもダメ。銃とかのね、暴発とかでってこと？セキュリティシステムは常時オンにしておくこと。はいはい。あ、誰かが死んだ。皆に知らせてあげましょう。反乱や妨害行為があれば、その脅威を排除すること。部下のエターナリストにループと何よりあなたを守る任務を周知させること。死にたい時はどうする？どこかのループで死ぬつもりなら仲間のビジョナリーに知らせてあげてね。どういうこと？まあ、死にたいループの時もあるのか。正当な要求に対応する際は、プライバシーをしっかり確保した上で行います。はい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 。なるほど。死ぬつもり？まあね、みんなが死ぬことが一番やばいことだから、まあ、っていうこと？はい。ジュリアナはビジョナリーでもわかるくらいシンプルな LPP を書いた。だが俺たちはまだここにいる。ループ、プロトコルね。書いたけど、俺たちはまだここにいる。まあ、守ってくれてるからね、チャーリー。この絵俺好き。やれば。タロットはある。よし。という感じですかね。じゃあ行きますか。お邪魔しまーす。あ、またドキュメントと。うわ、いっぱいある。やったー。じゃあこの、あ、しかもエンジンかなって感じ。いいね。からの手紙と。はい、読みましょう。はい、ウェンジエからの手紙。モンタギュー氏へ、君もズブロウスカも医師としての、訓練を受けてないことを忘れるなよ。あれ？あ、ズブロウスカじゃないのか。はいはい、わかった。そしてそれは私も同様であるが、私は人間の脳について十分に理解していると自負している。それを踏まえて言わせてもらえば、今回の処置を受ければ君は確実に副作用を軽減することになる。確かに君の喋る機械の計算速度を上げる方法にはリスクの少ないものもある。要するに私が喜んで手術を行うことに変わりはない。変わりはないんだ。もちろん君が処置の記録を許可してくれればの話だが、高額のためにね。以上、W. エヴァンス博士、ウェンジエ・エヴァンスね。はいはいはい。なるほど。チャーリーは自分のコンピューターの計算速度を上げるために脳の一部を取り除くようウェンジエに頼んだ。すごいこと考えるよね。なるほど。まあ、2ビット可愛いから。はい、じゃあ満たされたよ。ブラックリーフはあなたを愛してるわ。あなたは私たちに必要な本物の男よ。あなたがいるから。これあれだ、2ビットに言わせてんだ。あーいいね、今の。いや、今のニュアンスが分かるのがね、素晴らしいですね。はい、完全にこれはね、2ビットに言わせてる感じでしたよね。はい、満たされたエゴ。ジュリアナからチャーリーへのお世辞の言葉。E4 計画の広告よりやる気がない。いや、俺これ、いや、本当かな？いや、どこなんだろう。ちょっともう一回聞いていい？おはよう、チャーリー。ブラックリーフは、あなたを愛してるわ。あなたは、私たちに必要な。絶対これね。いや、これ素晴らしいな。私は、良い一日が送れる。これ素晴らしいよ。だって、これ、一応なんかこの、コルトは、
ジュリアナからのチャーリーへのお世辞の言葉っていう感じで、その2ビットを意識させてるようなことではないから、このドキュメントと、この、あの、音声の変、おかしな感じで、それを察する。で、満たされたエゴだからね。いいね。チャーリー、いいよ。チャーリー好きよ。はい、さてこれ。うわ、まだいっぱいある。やった。じゃあ、小さな優しさにしようかな。ドッグ。小さな優しさ、いいかな。はい。はい、チャーリー。気づいてる？あなた、最高。つまり言いたいのは、本当に大好きよ。その体。それに、大きくて立派な。立派な？何？心だ。それに、伝わりたい。いいね。これも同じベクトルな。チャーリー歪んでるね。いいよ、その歪み。はい、小さな優しさ。チャーリーのこととなると、フィアの知的センスは鈍るようだ。いいね。ここまでちゃんと隠している。2ビットが言わせているということは言わない。合ってる。うん。はい。おう、オーディオ、またあれだ。テーマ。おう、はい、オーディオテーマ、オーディオオーバードライブ。コンセプト、ゲストに大量の武器弾薬を与えて聴覚に刺激、過剰な刺激を与える実験を行う。ドアを封鎖し射撃を始めるよう全員に指示する。すぐに全員の耳が聞こえなくなる。まあ気絶してなしなければの話だが、幻覚を見るかもしれない。次はどうする？2ビットに質問させて、それをちゃんと聞いて答えられたやつが勝ちってのは、うん、すげえざっくりしてる。道具大量の銃。このアイディアの却下。誰もこの素晴らしさを理解できない。うん、そうだね。ちょっとむずいな、それ。チャーリーは異常にうるさいテーマのゲームを考える。どういうゲーム？あ！いいね。写真だ。これが。よし。じゃあこの写真見ましょうか。プリンスタッドの写真。はい。おっと、フィアとチャーリーはお暑い中か。そうね。すぐに冷ましてやる。え、そんなこと言う。忘れ、どく、どく、忘れないでと。はい、忘れないで。午後の長い影、私たちの靴底の下にある凍てついた地面、煙と潮の香り、グリーンスタッドのことを、そして私たちのことを、ハグとキス、フィア。フィアは肌寒い午後のことを回想した。ハグとキスだって。ハグとキスってなんか別のところでもう見たな、なんか。いや、もう覚えてないよ、さすがに。ん？ああ。これね、チャーリーのベッドルームを調査しろ。チャーリーとフィアは秘密の場所でよろしくやっている。だが幸運なことにチャーリーは秘密を守るのが得意じゃない。フリンスタッドの海岸を調べろ。うんうん。写真を見ると、このカップルはフリンスタッドの海辺で、出会っているようだ。はぁ、わかった。そうだね。こう、だからこのループで09っていうところにいつか、来るんだ、これ。うん。これの時間帯が、あ、しかも午後だ、午後。だこのまま行けるのか。なるほど。じゃあ今、チャーリーいない。え、違うわ。え、いつのループの話してる？未来の写真、これ。おお、マザーコンピューターサーバーか、これ終了になった。そうか。え、あれけど時間帯不思議なんだけど、写真って残んのこれ。ああ、両。おう、ん？どこ、ここ。あー、やっちまったな。チャーリー、見つけ出してやるからな。やるからな。
やっちまったな。今いいよ、とりあえずじゃあ6。明かされた科学的領土。はい。君は本当にすごい。まだやってるよ。ウェンジェからもやってる。君のミニコムはまさに秀逸。私は心から感服してる。私は君の頭脳が欲しい。はい。頭脳が欲しい。明かされた。ウェンジェイからチャーリーへのリスペクトは少しとっちらかっている。そらそうだ。はい、ミニコメ読んでいきましょう。一時的なグループチャンネルのさ、昼ってさ、みんなずっと読んでてって。あ、読んでないわこれ。じゃあ読みましょうか。チャーリー、ふざけんなよお前、なんでブロックした。俺のハンドルネーム見えないの。管理者だから俺が全部決める。俺は機械の。おはあ。ここでも似たような発言をしたら初期メンバーのグループチャンネルからもブロックする。メンチを招待したい。協力しろ。下ネタとか使うノリをやめたらどうだ。無理、ビンビンだったし死ね。俺は他にもやることがあるんだ。あとエンジェは見返りなしじゃ動かない。うん、動かない。お前に惹かれる要素ゼロ。お前のアホコスプレパーティーには絶対行かない。みんなが欲しいもの用意したんだぞ。絶対ウェンジェをパーティーに呼ぶからな。ここの会話全員に見えてるんだけど。だからどうした、フィア。てんてんてん。エヴァンスも見てるね。過去のアイスエージは全てアーカイブされました。アフコスプレパーティーに呼ばれんのかな、ウェンジェ。プライベートメッセージ、チャーリーとフィア。俺の姫様、すごいね。俺の姫様、お疲れー。俺の宝物、俺のすべて。2ビットが入力してる。違うけど、2ビットに指はないだろ。わかった、チャーリーだ。正解、うまくいったよ、ダーリン。うんうん。いや、それはわか、うまいか。ずっと一緒だ。甘くて酸っぱい。複雑な味のプレッツェル。最高のコンビだ。ミューズと、マエストロ、アーティストとデザイナー。うんうんうん。まあそんな感じか。象徴的。お前が俺の作品をアレンジして、俺が君の作品に意味を与える。皮肉っぽい。俺のインベーダーにやってくれ。いや、共存の話をしよう。タイピングよりも話す方がずっと素敵。あ、これでいいね。秘密の場所で会おうか。いつもの時間に。私たちが全時間、全瞬間に存在する事実を考えたことある。今日の午後はどう？うん、大丈夫、大好き。はい、わかりました。今朝だから、お昼か。お昼だから、この後にチャーリーとフィアをやりに行けんのか。午後か。こっちのスケジュールに合うといいが。いや、合うね。合うよ。めちゃめちゃ合う。はい。チャーリーはアレクシスがウェンジエにメッセージを送れないようミニコム。あれ、これは、やったっけ。ああ、やった、うん、そうね。ブロックした。チャーリーとフィアは午後に相引きしようとしている。はい。いいね。みんなの行動が分かってきたね。チャーリーとフィアか。うん。まあ、そういうカップリングもあるけど。オッケー。よし。じゃあもう。情報はこのループでは得たから、あとはすることといったら読んだし見たから、うん、そうだな。じゃああっち側見てないとこあるから、それらを、うん、今って聞いた？防衛線を突破されたです。追い出せ。いいないの。うん、まあここは謎があるとしたら、この煙の奥ね。あれはどうやったらいけんだろうか。そう、あとこっちの先敵がいるから。あ、ここもまだ見てない。おっと、危なっ、危なっ、あっぶなー。はい。いやー、すごいいい配置だね。ここはどこに繋がるんだ、これ。ネイル。あ、またドキュメントがあるぞ。これ以上持てない。
チャーリーの邸宅の端にあった部屋にはクラスパス認証のドアが隠されたいた最高レベルのセキュリティだ。これか。これクラスパスが必要です。なるほど、クラスパスが必要です。クラスパスセキュリティ、なんだクラスパスって。はい、じゃあこれドック読んでいきましょう。ランブリンの嘘だ。ランブリン、はい、一人の人間がいるこのグリーフには君と他の人々、君のギターは最高、うん、もうみんなみんなの合成音声使ってんの。フランクリンがそんなこと言う、フランクがそんなこと言うわけないでしょうか。間違えた。フランクはチャーリーを立てているが少々白々しい。クラスパスが必要です。クラスパスですって。クラスパスっていうのがどこでゲットできるか。オッケー、ここの敵は倒した。あと奥まで見たら終了かな。通り過ぎよったのか、やってみろ。ピョーン。危な、はい、ん、いないよね。よし、全貌分かったぞ。こういうところからブリンクで落ちたりとかもできるのか。よし、じゃあ帰りますか。もう一旦把握したので帰りましょう。あー、なるほど、こういうアプローチもあるのか。え？何今？惑星地表まで侵略者が進行。次の犠牲者を狙ってるね。え？なんかいたよね今ね。あ、いた。あいつモン、あいつチャーリーじゃないか。いや無理だろ。やばい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 、いきなり戦闘始まった。はあ、いきなりチャーリーおるやん。これブリンクしてるよね。何かと思った。OK、 倒した。倒しちゃったけどいいのかな。ストレス、ループはビジョナリーによって維持されている。ビジョナリーが死ぬとループにかかるストレスが強くなる。ループのストレスが強くなると得られる装備やトリンケットなどのアイテムは強力になり、入手量も多くなっていく。ただし同時に戦いも厳しいものになる。エターナリストはさらに危険になり、一層凶暴になって襲いかかってくる。なるほど。なお、コルトがリプライズするとストレスのレベルがわずかに下がり、殺されて次のループ を迎えると大幅に下がる。ごめん、2ビット。ごめんな、2ビット。え、俺、どういうこと？もう気づかないパターンもあったよね、これもしかしたら。やば。はい、リジズム稼ぎ。いいですね。これはまあ、ゲットするでしょう。わあ、どうしようけど、ネイルなくなっちゃうのは無理でしょ。これ持ってくんなきゃよかった。まあ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 。
まあ、いろんなところでゲットできるでしょ。いや、マジかよ。できない可能性あるよね、スパイカー。しかも、っていうか、トリンケットも結構つけてるから。これな、どうしよう。まあいいや。シフトを。シフトスラブを注入しろ。やったー。これでブリンクができるぞ。これはね、超便利だよね。さて、どうする？やっぱ一個だけではな、持ってこれべきは。これ超強いぞ。スパイカー、しかもトリンケットも結構つけてるしな。うーわー、こういう選択が出てくるのね。把握把握。いらない。全然なんかチャーリーと会話できないんだよな、こういうとこ。なんかあんのあったらいいんだけど。どうしよう。取る。まあこっちの方が貴重だよね、多分ね。どうなんだろう。またループした時にゲットできるか、そもそも。まあ、何を重きを置くかだよね。これうるさいよね。スパイカーやっぱ便利だよな。これ持ってる武器って、なんか、午後に合うんだから、あそこで待ってれば、チャーリーが来るってことだよね。ここでチャーリー殺してよかったのかな？まあいいでしょう。スパイカー、ほっとっときたい。まあ、いっか。スパイカーゲットできるし。そうだな。もういいよ。いい。スパイカー。スパイカーいろんなところでゲットできるわ。本当に？もったいなくない？こっちの方がハンドガン使わないよ。これにサプレッサーつければいいんだけどな。で、これもね、ユニーク武器でしょ。ユニーク武器の方がいいよ、どうやったって。よしよし、もういい。もう知らん。じゃあ帰る。あんな感じでチャーリーが何かと思ったよね。普通になんかバシバシ音がするなみたいな感じで思ってたけど。復活しとるよ。まあそうだよね。そういうのもある。あ、ブリンク使うチャンスね。やつは片付けた。ポルト1、チャーリー0。クレジットからあいつの名前を消せ。まだブリンクできないもん。怖っ。けどまあこれはいけるよね。これ行ってあっちに行けたら多分一番穏便。いや、そんなリスクを背負う必要があるの？危な。うわ、危な。大丈夫なんか。怪しいやつを確認。うわー、待って待って。ごめんなさい、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 ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。結局バレてる。リスクを負った上でバレてる。
リチウム欲しい。あれブリンク使えんじゃん。今度は見つかわない。命をかけて守れ。タイムループでそれ意味ある。こういうことか。もうブリンク使えたわ。あ、そうか。てか、ゴールゴールがこっちじゃないわ。むつ。ああ、おなじみだね。ブリンク楽しいな。だから、こういうところでも、あんまりけど距離いけないやん。ジャンプして、いう感じで、あの着地を和らげることもできる。おう、結構いるな。増えてる。ここに来た。私はハリエットモス、人事部門部長、そして二道橋の教祖。二道橋、二道橋っていうの。わあ、この銃強、頭吹き飛んだな今。頭が吹き飛ぶ。これはちょっと気持ちがいい。よし帰ろ。さすがに帰ろ。いやじっくりやりすぎたな。けどもうウプタームの地理はもう完璧に把握したと言っても過言ではない。じゃあ戻りましょうか。ドラカルトしよう。そうだよな、武器倉庫の使い方とかってない。始末したビジョナリーを一人殺しトンネルへと去った。ウリアと。うん、いいぞいいぞ。はい、ビジョナリーを一人殺しトンネルへと去ったチャーリー・モンタギュー。あなたは生き残った。あ、あの赤いやつは3回中1回死んでるよってことかな。はい、いろんな情報が入ってきましたよね。ロケットエンジンがふにゃふにゃ言ってたのはあれは電気。やった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 か。あれ戻ってきてない。これ新しくゲットしたと。はい、シフトとストレラック。攻撃された敵が鈍化する。うん、バックスタブ。背後からの攻撃した時のダメージが、西の壁。またはゲットした。パーティータイム。人の多いエリアで受けるダメージが減少する。身軽な影。カニ歩き中ではなく、しゃがみ中の移動速度。これは欲しいね。瞬間方法。これはいいかな。ライフ再生もいいかな。敵の爆発が爆発するまでの時間が長くなる。魂食い、ヒップスター、スピードローラー。腰ダメ。なるほど。落雷ってなんだ。最大ダメージが与えられる距離が、を与えられる距離。あ、これちょっと強いな。落雷いいじゃん、これ結構。はい、という感じで。チャーリーとフィアのやつめ、待ってろ。うん、プロトコルを無視してお楽しみのようだ。お楽しみのようです。その隙を狙って2人を始末できるはず。え、けどもうお楽しみすることないよ。もう来ないから。うん。次はプリンスタッドで宇宙の侵略者を続きという感じ。うん、そうだよね。相引きできないからね。
よし、な感じですかね。まだ続きがあるね、これはね。そんな時間をまたぐこともね、全然あるわけだよね。ルールとして。じゃあちょっと、あれだね。このシフトスラブを注入しますかね、一旦。じゃあ、ロードアウトで、注入。はい、注入。スラブ。これだな。はい、じゃあ、注入します。はい、注入完了。はい。まあ、ここら辺はまだいいとして、11,500円。レデュー。結構、ね、コスト高いから、これ選べる、あ、そうか。けど、そうやって、洗練させていくわけだ。OK。結構情報集まってたね。一日をほんと大事にしなきゃダメだな、これな。最初の一日もっと探索してよかったな。ここね。ハリエットちょっと、わちゃわちゃっとしすぎたな。もっと探索してもよかった。まあ、また次のループの時にやりましょう。という感じで、チャーリーをね、チャーリー殺しました。はい。チャーリー暗殺完了というところで。はい。じゃあ、次は、そのまま、かな。そのままこのフィアのやつをやっていく感じになるかな。はい。という感じで。いやー、チャーリーのね、お化け屋敷みたいなのはね、面白かったですね。アトラクション感があって。はい。で、あと、まあ、2ビットのキャラクターもいいし、あとはその爆発とか、あと、宝箱とかっていうのがまだあるので、そういうところの謎をもうちゃんと記憶しつつ、続きを進めていこうと思いますので。はい。ではでは、じゃあ、一旦ここで終了します。ゲームって本当にいいものですね。それでは、さよなら。さよなら。さようなら。